大阪中之島の日銀大阪支店と大阪市役所の間に来ています。今回は大阪三菱ビルディングの建て替えを見ていきたいと思います。2015年に竣工した新大ビルです。でその東側に大阪三菱ビルディングがあったんですけども、解体で姿を消しました。そのため奥にある黒いビルが見えるようになりました。最寄り駅は京阪の大江橋駅です。住所的には堂島浜という場所です。それでは現場に向かいましょう。この大江橋を渡り切った後すぐの場所にあります。南には大阪市役所があり、さらに南は淀屋橋です。淀屋橋も多数の再開発計画が進行中です。梅田と淀屋橋の間の堂島堂島浜地区、こちらもポツポツと再開発が行われています。御堂筋沿いにある大阪三菱ビルディングの建て替えはその中でも大きな案件です。こちらは堂島側です。両側に高層ビルが徐々に増えていってるんですよね。特に肥後橋あたりの高層ビル群は圧巻ですよね。大阪三菱ビルディングは1969年築、地上15階高さ67メートルのオフィスビルでした。それを超高層複合ビルに建て替える計画です。阪神高速の高架がすぐ近くを通ってるんですよね。このあたりに観光船着き場を整備するとのことです。それに伴い、この堂島公園を整備します。おそらくそれ関連の工事が行われています。公園側は後で見ることにして、まずはビル本体の方を見ていきましょう。こちらが大阪三菱ビルディングがあった現場です。囲いの外からは元の建物は見えなくなりましたね。他の角度からも見てみましょう。すぐ東側には御堂筋プロムナードという緑化エリアがあるんですね。初めて知りました。敷地の東側にやってきました。西側には新大ビルという超高層ビルが建っています。でその新大ビルとこの現場の間には中小のビルが複数並んでいます。北側にはスーパーが入るザイマックス梅田新道ビルが建っています。なんですけども、スーパーは6月30日で閉店とのことでした。次は敷地の北側を歩きます。このチャンネルでは鉄道新線新駅駅前再開発などを見ています。興味がある方はチャンネル登録をお願いします。建て替え後は地上32階高さ147メートル延べ床面積6万7000平米の超高層ビルになります。1階2階が店舗、3から15階がオフィス、17階以上がホテルになります。建物のイメージはこんな感じです。中間の16階には大阪の街並みが一望できるギャラリーを設置するとのことです。すぐ西側には複数の中小ビルが並んでいます。専門学校が入ってるみたいですね。隣のビルはカフェが入ってるようです。そして中小のビルのさらに西側が新大ビルです。地上31階高さ 148.5 メートルのオフィスビルです。なので新しい大阪三菱ビルディングとほぼ同じ高さになるんですね。南側から新大ビルを見上げます。日立グループなど大企業入ってるビルなんですね。建設地の南側に回り込んできました。堂島公園の西側にはレトロでおしゃれなお店が並んでますね。
こちら側の中小ビルは専門学校とオフィスビルですね。ホテル部分にはカンレオホテルズが出店し、最上階に大阪を一望できるスカイスパを備えるとのことです。部屋数は548室の予定です。解体工事着手直後の2020年4月に都市計画決定を受けて 800% から約 1600% の容積率緩和がありました。建設計画のお知らせが貼ってあります。建物が育っていくのが楽しみですね。敷地を公園側から見ます。解体が終わったら2021年10月に新築工事を着工し、2024年4月完成予定です。去年11月の様子がこれです。解体がもうかなり進みましたね。この位置から奥の黒いザイマックスビルを見れるのも今だけです。それでは堂島公園と船着き場の整備を見てみましょう。中には喫煙所があるんですね。具体的にどういうものができるのかは現時点では不明です。右側では謎の工事が行われてますね。なんかの基礎を作ってるように見えますね。昔の画像を見ても遊具などはなくて、ベンチと喫煙所と自販機が置いてあるシンプルな公園のようです。こちらは喫煙所です。公園の西側はこんな感じです。道路を挟んでビルの建設地側から堂島公園を見ます。整備後に喫煙所がどうなるかも不明です。さっき見た謎の工事エリアをこちら側から見ます。乗客の待合所とかそういうのでしょうかね。公園の整備については詳細の発表が待たれるところです。車窓から高層ビルを満喫できる阪神高速池田線と環状線です。ANA クラウンホテルと寝台ビルです。ここに大阪三菱ビルディングの超高層が立ちます。そしてさらに東側です。こちらも高いビルは少ないんですけども、都会的な雰囲気が漂っています。次々と高層化が進む御堂筋エリアです。以上、大阪三菱ビルディングの建て替えでした。ご視聴ありがとうございました。